ペパルーチョが活躍するアクションゲームクロックワークナイトの上巻と下巻が1枚にまとまったぞ。ボス戦だけを楽しめるモードなども用意されているよ。人気シューティングゲームのシリーズ最新作、ショットやボムなどをパワーアップさせてステージをクリアしていこう。2人同時プレイも楽しめるぞ。30年前にアメリカで誕生したヒーロー X メンのキャラクターが活躍する格闘ゲームがサターンに登場。複数のキャラクターを選んで団体戦を行うグループバトルや、体力の続く限り勝ち抜きバトルを行うサバイバルモードなど、オリジナルモードも充実してるんだ。通常技や必殺技をヒットさせると溜まっていく X パワー、ゲージをマックスまで高めるとハイパー X という超強力な必殺技が出せるんだ。おお、すごい技だねこれは。ね、何これよ。これコントローラーなんですけど、必殺技を記憶できるんですよ。だから必殺技あらかじめ記憶させといてボタン一発で出せる。ちゃんちゃん向きですね。そうなんですよ。あとですね、ここにドムがありまして、これに記憶するんですけども、これ取り外しが可能なんですよ。そんなちっちゃいので、じゃあ例えば鉄拳の覚えさせといたのをロムに1個入れといて、これでいてこういうのをまた入れといて、すればそれ付け替えれば、ね、いちいち入れなくてもいいわけだ、すごいじゃないですか。すごいじゃないですか。これでちょっと戦ってみれば。あ、俺なんかサリナでこれでまた負けるとブーブーやるから、じゃあ内澤さんとサリナそれ対決してよ。やったー、サリナ内澤さんに勝利。うわー、なんかえらいこのコントローラー、カリナですらこうですから。そうやね、ちょっとゲームかじってる人だったらかなりですよね。かなり使えるよね、はい。今週はですね、アーケードから移植されたゲームを特集してます。えなことで小杖ちゃんがやってきたところは、ゲームキャラクターグッズのショップでおなじみのゲームソウルの新作発表会会場。ゲームの中のデジタルヒーローたちがこんなところでも大活躍してるんだ。洋服とかもいっぱいあるんですね。これはなんか走る姿が可愛らしいですね。いろんな元はといえばみんなゲームのキャラクター。この洋服はソニック・ザ・ヘッジホッグ。1991年に誕生、欧米を中心に大ヒットした世界最速のハリネズミ、セガのシンボル的存在なんだよね。続いてはバーチャファイター。日本中の格闘ゲーマーたちを魅了した超リアルな格闘ゲーム、話題のバーチャ2も発売中だよ。最後はこれ、パックマン。1980年に誕生して大ブーム。こっちは鉄拳コーナーですね。カンペンを開けてみましょう。すごい、これはコマンドが書いてあります。こんなんじゃちょっと勉強に身が入んないと思うんですけど、あとは消しゴムとかいろんなキャラクターの絵が描いてあって、あとノート、すごいリアルですね。こっちにもコマンドが描いてあってすごいですね。ソニックのグッズも発表されてたぞ。腕時計や文房具みたいな小物から、なんと今回はスノーボードまで展示されてたんだ。本当に驚いちゃうね。どのような日本で生まれたキャラクターなのに、ちゃんとした商品とかおしゃれな女の子や男の子が欲しいと思う商品が日本になかったので、ぜひさんの商品やグッズを買って。だからこれ内田さん、他にもこういうものは結構あるんですかね。あります。うん、売ってるんですか。ね、売ってます。場所がおしゃれって感じ。ね、おしゃれかもしれない、ね、すごく、ほら裏かわいい ね、 ほら ね、 ね、ちょっと転んだ時に見えたりなんかもね。なんじゃそれ。じゃあ次の やり投げでやってもらおう。
週のプレゼントは番組でも紹介したスーパープロコマンダーを5名